ひろがねっちチャンネルへようこそ。こんにちは。本当はこのフィシュレットの糞のお話をしようと思ったんですけど、フィシュレットの画像を撮っていたらこの子たちが産卵し始めちゃって、産卵の様子に変更しちゃいました。今のこの画像は水替え前なんです。水替え前でよかったとは言っても、昼過ぎても産卵は終わらなかったんです。産卵が終わるのを待っていたら水替えできません。産卵の最中に水替えしましたよ。産卵行動はちょっと長かったような気がします。今年に入ってもう3回は産卵してますね。よく追い回しているでしょ。オスがメスの腹をツンツンするんです。はい、これはスローモーションです。上の方で産卵しちゃうんですね。この時オスが2匹加わりましたね。この水槽には主分菌2匹しかいません。コメットのオスが多いんですね。主分菌のオスは少し小さめの子でおとなしいですよ。これ以上は大きくならないかな。一番大きなコメット、また一段と大きくなりました。そのコメットは2回ほどおぐされ病を経験しましたね。今は尻尾も立派。他の金魚たちはまだ今のところ病気はしていません。この水槽玄関に設置してあり、玄関が一番寒いところなんです。一応水槽にはヒーター入れてありますけどね。そのヒーター26度まで上がるものなんですけど、今は22度が最高かな。一番寒い日17度までしか上がらなかったです。その時この子たちも寒かったみたいで、ヒーターのところでみんな固まって暖をとっていましたよ。やっぱし金魚も寒いんだなって思いました。今はこんなに元気に泳ぎ回って産卵中です。卵は採集しませんよ。ここには卵ありませんね。卵はみんな食べてくれますから、この子たちの栄養になります。コメットや主分菌って本当に丈夫な金魚たち。この水槽には2匹コメットの子供たちがいます。オスですけどね。その子たちも産卵に加わっています。ポトスの根っこによく卵を産みつけますよ。去年は卵採集しましたね。産卵は時間がかかりますから、産卵が始まってからでも産卵所を置いても大丈夫ですよ。今回はやりませんけどね。もうコメットの子供たち野外にいっぱいいるんです。今育っています。この画像は水替えした後の模様ですね。今回はあまり卵を産まなかったみたいです。メスのコメットちょっと疲れ気味かな。まだ主分菌のメスの方が元気です。前の時は主分菌産卵はしていませんでした。今回は主分菌産卵しましたけどね。今回採集しとけば主分菌の稚魚いたかもしれません。主分菌の子供今のところ野外に1匹だけしかいないんです。主分菌の子供欲しかったんですけどね。もうこれ以上増えると大変です。だからやめました。はい、これ見てると
メスのコメットもうちょっとお疲れ気味で嫌がってるかな。でもこの子たちは尾びれとか背びれが破れるほど追い回しはしないんですよ。はい、この画像はもう落ち着いていますね。産卵がやっと終わったみたいです。静かでしょ。みんな疲れましたね。ご苦労様。産卵の時だけパシャパシャ水を飛ばして泳ぐんですけどね、いつもの時はこういう風に静かにゆっくり泳いでいますよ。朝は産卵していたので餌あげていないんです。きっと腹が減っているんでしょうね。私が前の方に立っているので餌をくれないかなって思っているのかな。このメスの主分菌すごくね人懐っこいんです。かわいいですよこの子。うちの主人もね大好きなんです。そうだ、報告が2つあります。 YouTube で評価ボタンの並びにあるサンクスのボタンが使えるようになりました。スーパーサンクスです。ここにサンクスっていう字がありますよ。ここをクリックするとこの画像が出てきます。見たことありますか？この動画がためになったよという方が投げ銭して応援する機能なんです。このスーパーサンクスが使えるようになったのも皆様のおかげです。これからも応援お願いいたします。よろしくお願いいたします。2つ目の報告、アズマニシキです。そしてまたタンチョウ購入しちゃいました。 Oh my god。 よく行く熱帯魚屋さん、日曜日2月4日出会ってしまいました。またいずれ紹介しますね。今回の動画はどうでした？今日も最後までご視聴くださりありがとうございます。またご意見ご感想お聞かせくださいね。またいつでも遊びに来てください。待ってますよ。ではこの辺でバイバーイ。